第35回衆議院議員総選挙は、1979年10月7日に、日本で行われた国会議員の総選挙である。大平正義が総理就任後、初の総選挙となる。与党自民党の大平総裁は、財政再建を旗印に、一般消費税の導入を謳うが、党内外の反発が強く、党の期間決定を経てないこともあり少なからぬ。 自民党候補が街頭演説で一般消費税への反対を明言する状況となった。このため太平は選挙運動期間中に一般消費税導入案を撤回したものの、選挙後の政局で議席減の言響だったとして党内から追及されることとなる。また、ロッキード事件による金県政治への批判は未だ収まっておらず、中央省庁のから出張。 闇手当などの不正行為が明らかになるにつれ、与党への批判が高まった。野党第一党である日本社会党の立候補者数は過半数を大幅に下回っている。与党自民党の敗北であった。自民党は過半数を割り込み、保守系無所属を加えて、かろうじて過半数を維持したが、これは三木内閣が退陣に追い込まれた前回、衆院選をやや下回る数字だったため、 三派をはじめ、反主流派からは、厳しい責任追及が起こり、党を二分する構想につながっていく。社会党も、議席を減らし、長期低落傾向に歯止めをかけられなかった。公明党、民社党、新宿、社民連は32選挙区で、選挙協力を行い、公明党、民社党が議席を伸ばした。共産党も、議席を伸ばし、野党第三党となった。 なお、議席の上では自民党の敗北と受け止められた選挙だが各種の指標からは自民党の支持の低落傾向には歯止めがかかっていたことも伺える。得票率44.59%は271議席を獲得した1972年総選挙に迫る数字であり、直前のある世論調査では自民党支持率は52%と 池田内閣の頃の水準まで回復していた。悪天候で投票率が伸びなかったこと、一般消費税発言や選挙直前に発覚した鉄道交談関係の修分などの影響で奇跡が伸び悩んだものの、全般的には保守回帰の傾向を表していた。それは翌年総選挙で一層鮮明になる。自民党社会党公明党共産党民社党。 新自由クラブ社民連無所属。ありがとうございます。